遅れました。遅いよキサラビ君。まあなんと言いますか、度胸ありますね。あなた意外なまでの根性の持ち主に当もびっくりです。え、何？運動場にて憤怒の小太郎先生が待っております。お、遅れました。いい度胸だ。すいません、これにはちょっと読んどころない事情がありまして、鈴から説明があったと思うんですけども。キサラビ鈴かな。いや、彼女もお前と一緒に授業をサボタージュしたんじゃなかったのか。いえ、俺昨日はちょっと病院に用があって。病院？どっか具合でも悪くしたのか。あ、そうじゃなくて、その、何から話せばいいのやら。うん、仕方ない。放課後、じっくりと語ってもらおうか。いや、何、その目に見えて集中力散漫そうな顔では鍛えるのも不安だったな。そんな顔してます？鼻の下がだらんと伸びて、体にまとった気はさながら大福のアイスのようだ。溶けかけの。うわあ、痛い。頭愛の鉄拳だ。じゃ、放課後な。はい。やっぱ頭割れてないか、俺。あれ、宗七くん、どこに行ってたの？ああ、いや、ちょっとな。鉄拳制裁を食らってたとこだ。って、すず、お前午前中の授業サボったんだって？うん、バレてたの。そりゃバレるだろう。どうしたんだ、すず。ほら、昨日は宗七くんが泊まりでいなかったじゃない。あら、どこに泊まりに行っていたんですか？東子先輩の神社？それともさくらの家？なんでその二人なんだよ。ちょっと話の腰を折らないでよ、このサンバガール。誰がサンバですか。私がやってるのはサンボです。サンボ、何が悲しくてビキニ姿でラテンに踊らにゃならんのですか。ロシアでやったら10秒以内に投資するじゃないですか。まあどっちでもいいでしょ。で、宗七くんが病院に泊まり込んだから目覚ましかけるの忘れちゃっただけ。この人の話を。寝坊しちゃったのか。うん、寝てた。そっか、じゃあ仕方ないな。いいよいいよ、
俺も急な泊まりで迷惑かけちゃったから。でも一応職員室に行って遅刻の報告はしておかないといけないぞ。わかった。加藤教諭、鈴にもコツンとやるのかな。あら、如月くんも加藤先生の鉄拳制裁の洗礼を受けたんですね。よくあることなの？ええ、悪い子には分け隔てなく。はい、元ドミニオンです。それで俺が昔お世話になった人で。第3種から第2種への移行措置を受けたのか。いいか、キサラギ。その女性は一ノ谷兄弟と七海伊代以外には秘密にしておけ。え、どうして？この上沢市でドミニオンに両親や兄弟姉妹を殺された人妖は少なくない。わかった、ガキさん。身分が知れるようなものは人目につかないよう処分しろ。お前にとっては昔の恩人だろうが、人妖の多くにとっては最悪の存在だ。はい。よし、俺とあとはカラスの沖縄、それにお頭様で今日の夜にでも病院へ行くぞ。わかりました。会長も呼んだ方がいいですか？そうだな。祝言ではなく妹のトークでも構わん。あとは七海伊代と、それから如月鈴だ。何しろ当人の問題だからな。わかりました。それでだ、その飯塚香織という女性は上沢氏に知り合いはいないんだな。はい、誰もいないと思います。お前がなるべくそばについていてやれ。はい。だが如月鈴も守ることを忘れるな。もしかして
結構大変なんですね、俺って。心配するな。お前が音を上げそうになったら俺が手伝ってやる。はあ、それはつまり当然お前の代わりにその飯塚薫を見舞って如月すずと一緒に過ごすということだな。自分一人でできるように努力します。その息だ、その息。
すずさん、宗七さん、やけにそわそわしていませんか？そうね。すずちゃん、すずちゃん、君、なんだか怒ってないかい？さらに、どう見てもあれは不機嫌だぞ。俺も何が原因なんだか、いや、半分くらいは分かってますけど。だったらフォローしてやれ。すず。何よ。前にも言ったけど、憧れていた大事な人なんでしょ。分かってる分かってる。あのな、大事な人。そういえば綺麗な人だったわよね。本当ですか？いやさ、最低なやつ。すずちゃん、やっぱり騙されてるよ君。今からでも遅くないって。大丈夫、裁判になったら絶対勝つから。金に任せて。宗七です。入りますね。あ、宗七くん。ええ、いらっしゃい。なんか、心なしか向こうも声が弾んでませんでしたか。うんうん。いらっしゃい、良一。じゃなくて、宗七くん。本当に美人ですよ。そう言ったじゃないですか。予想以上でした。何ですかあの完璧超人っぷりは。向こうも瞳子先輩にはあまり言われたくないと思うんですが。いろいろと連れてきてごめん。今大丈夫？うん、話すくらいなら大丈夫だから。紹介する。俺の担任の加藤小太郎教諭、それからこちらの人がカラステングさん、一つ置いて先輩の一ノ谷瞳子さん、同級生の七海伊代さん。こら
こらこら、一つ置くなっつーの。この不届き者、不らち者、すっとこどっこい郊外ビル、見てなゴミ虫。黙れ、お前なんか針金虫だ。にゃにょ。お二人とも、ここは病院です。すいません。この生意気なお子様がヤタガラスで、それでこいつが、あなたが良一、いや宗七君の言っていた鈴、如月鈴、はじめまして、飯塚薫さん。あ、私の方こそよろしくお願いします、如月鈴さん。少し痛むだけだから。へえ、それはお気の毒ね。カオルさん、本当に大丈夫？その話ができないようだったら、また次の機会にでも。いや、私の方もいろいろと知りたいこと、伝えたいことがある。踏み込んでしまった責任は取らなくてはならない。では、私から話そう。いいね。はい。頼りないかもしれないけど、一応俺がついてるから。ええ、十分に心強いから。百鬼夜行、またそんな大それた計画を立てるもんだね。しかしお頭、可能性は十分にあるでしょう。如月鈴の能力はそれほど強力だ。まあね、国会議事堂で宣言するというのはなかなかいいアイデアだと思うけど。人間って勝手よね、本当に。となると雲野修介は白なのかな。やたらと怪しいんだけど、断定するにはまだ早いか。まあともかく、カラス、君が一番信用できる。やっぱりスズちゃんを重点に護衛してくれ。私は屋敷にこもってなるべく出ないことにする。ま、出かける時のために若い者を少し呼び戻しておいてくれるとありがたい。はいはい、鈴様、申し訳ありませんが、しばらくはそういうことでお願いいたします。仕方ないわね。
ところで若いものって？妖怪の中でもカラス天狗は一番多数が生き延びた種族でございまして、子をなすこともできるので細々と各地を飛び回っておるのですよ。結構仕事あるんだぜ。元寇やその他いろいろな凶悪妖怪の封印が解けていないか調べたり、日本各地の妖刀霊刀を捜索したり、または管理したり。じゃあヤタガラスだけ仕事してないんだ。私はそのまとめ役だっつーの。代表取締役社長。二人はいつも通りでいい。強いて言うなら、すずちゃんはあまり一人にしないように。はい、かしこまりました。わかりました。さてと、そういうわけで如月宗七、君はまあいっか、適当に生きてくれていいぞ。投げやりなご命令どうもありがとう。小太郎、君はドミニオンの迎撃隊、上沢市に侵入する陣容は常時モニターしている。君んとこの携帯に報告するから、朝だろうが昼だろうが夜だろうが授業中だろうが、とにかくしこたまぶちのめしてくれて構わない。了解。ま、せいぜい人目につかない場所で頼む。人目につくようであれば覆面でもかぶってくれ。はあ、なんかそれ楽しそう。人目につかなくても覆面かぶってくれると私としては嬉しいな。ご遠慮申し上げておきます。ちぇ。さて、飯塚薫君、君はこれからどうするんだい？私はここでしばらくリハビリをして過ごすことになると思いますが、その先はまだ決まっておりません。そうか、わかった。君の身の振り方はこちらでも考えておこう。安心してリハビリに励むといい。ありがとうございます。どうしたの？ええ、いろいろと怒涛のような展開だったから正直ちょっと驚いてるの。だね。それで怪我の方はどうなのかしら、飯塚薫。わからない。治るかどうかも定かではないみたい。そんなにひどいの？医者は精神的なものだと言っている。痛みはあるかもしれないけど、神経はつながっているから歩けないはずはないって。だから明日からリハビリだって。リハビリか。せめて連中が来るまでには何とかまともに動けるようになっておきたい。カオルさん。その様子じゃ大変そうね、リハビリなんて。それこそ死ぬほど苦労しなきゃいけないわよ。すず？分かっているわ。
できるだけ早く歩けるようになるつもりだから。俺に何かできることは？時々見舞いに来てくれると嬉しいかな。毎日来るよ。無理はしなくていいわよ。あなたは学生生活を思いっきり楽しんだ方がいいんだから。毎日来る。でもリハビリ中だとあまり相手をしてはあげられないかも。いいよ、見てるだけで。好きになさい。もう食だから。お、もうそんな時間か。じゃあカオルさん、また明日。うん、待ってる。リハビリか。急にどうしたの？ああ、いや、なんでもない。リハビリってきっと辛いんだろうなって思って。リハビリしたことなかった？昔ちょっとね。辛かった？すごく辛かった。いっそ死んでしまおうかなんて思ったのも一度や二度じゃなかった。あの時は鈴も薫さんも久喜先生もいなかったし、本当に辛かったよ。頑張ったんだ。お、頑張ったぞ。それじゃあさ。飯塚薫にも頑張ってもらわないとね。お帰りなさいませ。ちょっと待った。カラスティング、あなたまさか一緒に住むとか言い出さないでしょうね。それも考えましたし、お頭様もそうお勧めになったのですが、さすがにそれは野暮ではないかと思いまして。隣の部屋を借りることにいたしました。いざとなれば壁を突き破って助けに参りますので。それではおやすみなさいませ。お二人とも明日も学校なのですから、あまり遅くまで夜更かしせぬようお願い申し上げます。はい。どうした？あ、宗七くん。大丈夫大丈夫。私、春夏秋冬裸で寝てたんだから。それは毛皮がある状態でだろ。さ、電気消すぞ。
飯塚薫の足がもし治らなかったらどうする？どうするって、それは面倒を見るしかないだろ。面倒を見切れるの？足が動かないんだよ。学校だってあるし、バイトだってあるし、24時間くっついて世話をするわけにはいかないでしょ。うん、病院に任せた方がいいんじゃないの？病院でリハビリさせて、あとはヤタガラスに任せたらいいじゃない。それは時々お見舞いに行けばいいんだよ。それだけできっと心の支えになるんだから。でも俺はカオルさんのそばにいてあげたい。俺はさ、カオルさんのおかげで生きてこれたんだから。もちろんスズのおかげでもある。スズ、もう寝る。おやすみ。宗七さん、健闘お祈りいたします。宗七さん、頑張れ。キサラギ君、グッドラック。頑張れ。俺たちがついてる。だから何度でも立ち上がれ。死なないようにな。応援ありがとう、生徒会のみんな。うん、ごめん、無理。
ですよね。やっぱ無理か。おい、ぼーっとするな。せっかく多人数を想定した組手がやれるんだ。とっととかかってこい。さよ、小太郎の言う通りです。時間は有限ですから。ちょっと待ってください。心の準備がですね。参ります。いいぞ。笑顔で親指を立てそうな顔ですよ。トーニャさん、そちらのクラスの午後の授業って何かしら。数学と世界史ですが。宗七さんは午後の授業をお休みするとお伝えしてくださいまし。立った、宗七くんが立った。さすがに中空からの三連撃はかわせんよな、普通。過激だな。先輩、大丈夫です？なあ、大丈夫。僕よりは、キサギ君を心配した方がいいさ。あ、すごい。まるで愛の先輩みたいにくじゃって崩れ落ちた。そこで僕を引き合いに出すのはどうかと。宗七様、成長なさいましたな。ああ、我々に一撃食らわすとはなかなかやるじゃないか、キサラギ。今のは偶然というやつでして、決してその…問答無用。Thank you.
総七様、無心という言葉と何も考えないという言葉は違いますぞ。いやいや、お昼は誠に大人げありませんでした。俺は成長したな、キサラギという気持ちを拳に込めていただけだ。しかしあの瞬間に九鬼竜の技を出すとは、とっさとはいえなかなかの判断力ですぞ。判断というよりは無我夢中で。それでよろしい。我々は何も八田雷天流の一切合切を学ばせようというわけではございません。強くなればいいのです。強くなって鈴様や飯塚様をお守りせねばなりますまい。飯塚カールは守らなくても大丈夫でしょ。でもカオルさんは足が動かないし。大丈夫よ、きっと宗七くんが助けなくても誰かが助けるわよ。だけど何もしないわけにはいかない。お人よし。すず、別に無理してついてこなくてもいいぞ。どうして。ああ、いや、ほら、そろそろ夕飯だろ。だったら先に帰って食べててもいいんじゃないかなって。心配しなくても邪魔はしない。獣じゃあるまいし、ちょっとくらいお腹が空いても我慢できるわよ。邪魔って、そんな心配なんかしてないって。まあお腹が空かないって言うんならいいけど。大丈夫、飯塚カールのお見舞いだもんね。いや、相変わらず薬臭いな。カオルさん。カオルさん。なぜドアを開けるだけで顔がにやける。カオルさん。カオルさん、しっかり。痛っ。あらあら、
足に力が入らないのに無理に動かそうとするからですよ。まあ体は軽い打ち身で済んだみたいですが。申し訳ありません。大人なのに世話を焼かせるわね。すず、ともかくリハビリはじっくりとやりましょう。無理して体を動かすことはありません。はい。もう大丈夫？ええ、平気よ。ごめんなさい、心配かけて。まあ、焦ったところでしょうがないわ。とはいえ一刻も早く足を治したいでしょうね。そうね、足を治さないといざという時どうしようもないし。リハビリはどう？病室で大量に吐血したらしくって、患者さんは緊急手術することになったんだけど、病室をそのまま放置していると同じ部屋の患者さんに迷惑だし、他のみんなは仕事で忙しいし。わかった、着替えてすぐに掃除に行くよ。ごめん、1102号室だけど部屋の場所わかる？うん、大丈夫。じゃあちょっと手伝いに行ってくる。悪いんだけどちょっと待っててくれるかな？うん、分かったわ。すず、カオルさんにあんまり突っかからないでくれよ。すずさん、リンゴでも食べる？七海伊代さんが持ってきてくれたんだけど。いらない、そんなの。こびても無駄よ。あなた分かってるんでしょ、私があなたのこと嫌っているって。ああ、それは分かる。嫌っているどころではなく、憎んでいることもだ。付け加えるなら、殺したいとも思ってる。やらないけどね、宗七くんが悲しむから。分かってるなら話しかけないで、せいぜいリハビリにでも励みなさい。子供の頃から謎を謎のままにしておくのが嫌いでね。あなたが私を嫌う謎を解いておきたい。じゃあ、教えてあげるから質問に答えて。良一くんを背中から撃った時はどんな気分だった？
くんは今までこのことを一言も私に言わなかったわよ。まだあなたをかばっているのか、それとも記憶を封印したのか、それもわからないのか。良一くんは覚えていると思った。だから何？まさか、だからイルサルトとでも思ってんの？本当にそう思ってんだったら吐き気がするわ。宗一くんは、宗一くんはお人よしだから、あんたみたいな犬畜生にも哀れみをかけてあげてるのよ。何か言い返すことはある？このゲス。認めろ。確かに私はあの子を撃った。それは変えようのない事実だ。そうよ。それに付け加えるならね、姉代わりでいるつもりなの？あいにくとそれはもう私の役割だわ。今の宗七君の姉は私なの。わからない？あなたはもういらないって言ってるの。飯塚薫は如月宗七には必要ない存在なの。できれば武部良一の記憶からあなたを、あなたから武部良一の記憶を消し去りたいくらい。でもそれはしない。きっと宗七君が悲しむからね。私は宗七君を悲しませたりはしないんだから。あなたと違って、ね。